自民党は現時点でで議席まま確保しています。その自民党、岸田総理大臣ですが今回の参議院選挙で憲法改正に前向きな勢力が3分の2以上の議席を維持したことを受けまして国会で憲法改正の発議に取り組む姿勢を強調しました。 大きな課題について勇気を持って挑戦しなければいけない。その一つとして憲法、えこれも重大な課題です。三分の2のこの勢力に賛同いただける部分からしっかりこの提案を進めていく、発議を進めていく。一方で多くの野党が求めていた消費税の引き下げについては、 社会保障の充実のために重要な財源だなどとして行わない考えを改めて示しましたその上で物価高対策としてエネルギーや食料品に特化した政策を用意するとの考えを強調しました